だってこのまま緊急事態条項を通されたら2024年に中国と戦争になります、うん、これは馬淵睦夫さんって言ってね、ウクライナの大使、ウクライナの大使をされてた馬淵睦夫さんとか、あと外務省の情報局長、要はスパイのトップにいた外務省の情報局長をやってた孫崎徹さんとかも言ってることであって、いや知ってるか知らないかであって、2024年に今度はウクライナ役を日本がさせられるわけだから、ユダヤ金融資本はプーチン倒すのにウクライナ利用した、今度中国倒すのに日本を利用するわけだから、9条改正させるの。だから今度日本2024年に、まあ歴史的に言ったらお兄ちゃんである中国と喧嘩させられて、アジア同士で喧嘩してアジアに得なんか何にもないから、じゃあそれ誰が得すんねんって話で、それをみんなで自分の国は自分で守らないと、ね、GHQ が作った法律だからとか、そんなわけのわかんないことを言ってね、だから実際に尖閣諸島の下に1000億バレルの石油が眠ってるの。それ中川翔一さんが28時間テレビで、もうテレビでは言わない、生放送しか言わないって言って言った、もう反対側から掘ってまえと、帝国石油の私掘をずっと拒んでんのはアメリカ大使館だから、私掘すらさせない、でも中国は情報を握ってるわけ、1000億バレル、ね、眠ってると。で、中国はロシアと違うのは、中国はなんで超大国になれないかっていうと、石油と食べ物がないの、人口が多すぎて。だから中国は同じことを、パールハーバーと同じことをされたら、要は 83% アメリカに石油を頼ってた日本、でも止めるでって言われたら日本は動くしかなかった。それと同じことをされたら中国はどこを取りに来るかっていうと、尖閣諸島の下に眠ってる1000億バレルの石油を取りに来るしかないのよ、中国は。そこで開戦できるように9条を改正するわけ。2024年に中国と戦争になった時が日本の終わりだから。